はい、皆さんこんにちは。チーム天地人の重田です。本日は私から宇宙から見つかるポテンシャルの名産地の提案をさせていただきたいと思います。突然ですが、これらのフルーツ、実は白山が存在するということをご存知でしょうか。珍しさも相まって非常に高価で取引されまして、日本の農業の新しい成功例というふうに取り扱われております。このように土地のポテンシャルを引き出せば、思わぬ作物が新しい名産地になり得るというふうに考えています。もう少し詳しく見ていきましょう。キウイフルーツ、ニュージーランドのものというイメージが強いかもしれませんが、南半球に加えてオスポーテのデスプリさんでは北半球での生産拠点を確保し、通年で安定した供給を目指しております。しかし彼らには問題がありまして、栽培適地が見つからず、再生産が思うように伸びないという問題がありました。この問題につきまして、我々のポテンシャル名産地が答えを与えます。ポテンシャル名産地は天地人の3つの要素からなります。天は衛星のデータ、地は土地のポテンシャル、人は人が持つ栽培ノウハウです。この3つの力を合わせることによりまして、適地選択と栽培最適化を行うことができ、土地の力を生かしきることができます。1つずつ見ていきましょう。まず天、衛星のデータです。ここでは色彩で見える温度のデータ、大地で見える地形のデータに着目していきましょう。この2つのデータをキウイ栽培地の最適地を探す方法に使っていきます。キウイに向いている土地というのは、暑すぎず寒すぎずの温度、なだらかな南側の斜面といったものが要求されます。それをそれぞれ反映して衛星データから探し出した地図がこちらになります。そしてこの2つを組み合わせることで、総合的に判断したキウイ栽培の法的地マップというものが作ることができます。この地図上、青いところが栽培の適地です。ぐっと対象が絞り込まれたのが分かるのではないでしょうか。実際このデータをお見せしたところ、デスプリの担当者様からも情報の詳細度であったり、またツールとしてのポテンシャルというところに非常に高い評価をいただいています。そしていい場所が見つかれば、それを生かすのは人の仕事です。我々はベビーリーフ栽培日本一の果実堂、農業 IoT のセンスクラウド、キウイフルーツのデスプリといったパートナーを持ち、土地の力を生かしきるメンバーが揃っています。我々はこの提案を新規参入する企業に売っていきたいと思っています。近年、小売に比べ金融、不動産などさまざまな業種の産業が農業参入を目指しています。こうした企業によりまして、土地選定から栽培指導まで含んだ総合的なソリューションというのは魅力的に映るはずです。ビジネスモデルとしましては、我々が持っている適地情報をまず土地選定のコンサルティングに生かす事業、そして総合ソリューションとしてはベビーリーフの栽培事業に生かしていきたいというふうに考えています。ベビーリーフはこちらの写真にありますように、さまざまな種類を含んだ野菜になってますので、どの葉物をどこで育てるかということを最適に配置してやれば、収量の増加を望むことができます。この事業では売上からの配分を得る形で利益を得ていきます。このようなパートナーとの実績をもとに、総合ソリューションとして海外含めて横展開を行っていくということを目指しています。ロードマップとしましては、まず1年目は適地情報をパートナーとともに評価し、有効性を評価します。そして2年目からベビーリーフ事業を開始し、3年目はその実績をもとに横展開することで収益化を目指します。チーム天地人は各要素のエキスパートが揃ったチームです。私、重田桜庭は農業 IoT、 米田は栽培技術、百足高山はリモートセンシング、衛星といった技術に対して非常に多くの知見を持っており、このアイデアをどんどん実行に移していく人材が揃っているというふうに言うことができると思います。我々はこのように宇宙から見える足元の可能性で農業の未来を切り開いていきます。ありがとうございました。